はい、ギターリーグ動画のこれ最終章になりますね。今回はですね、このギターリーグのつまみなんかをオートメーションで書いて記憶させるというものを中心で行っていきたいと思います。まずですね、使うのがこのギターですね。こういう刻みのギターになってます。これですね、ワウとかをかけるとかっこよさそうなので、ちょっと適用してみましょう。まずコンポーネンツからワウなのでフィルターも開いてますね。で、ここからリアルワウというものを入れてみましょう。ドラッグ&ドロップで入れます。それではサウンドがこれをいじることによってどのように変わるのか聞いてみましょう。こんな感じで一般的なワウ効果になりますね。この動きをオートメーション化したいという時はですね、右クリック。そうするとですね、下にホストオートメーション ID というものが出てます。20番って書いてますね。ですので、ここから、今これギター2なので、オートメーションを見に行きます。クリックをして、詳細設定ですね。で、こう出てきたところの、今インサートのギターリグいじりたいので、こちら INS と書いてるものにアクセスします。こう開いてみるとですね、ガーッと出てますね。20番なので、ちょっと上の方ですかね。ここです。空きの番号を見ると分かりやすいです。今ここ21なので、上がこれ20番ということになります。これをクリックすると、このワウに連動したオートメーションが出てきます。あとはこう、鉛筆ツールなんかを使って記録していけば OK という形。で、このような記録も簡単なんですけども、実際ですね、コントローラーとか、こう、直感的に記録したいなっていう時におすすめなのがですね、このクイックコントロールを使えばいいと思いますね。これはすごい簡単で、まず、ランここですね、L ボタンをクリックします。そして実際に割り当てたいもの。今だと、このギターリーグのリアルワウですね。動かすと、もうこのように簡単にアサインされますね。電源入れてですね。であとはこれを動かして記録していけばいいと。ちょっとやってみましょう。まず記録するにはこちらライトをつけて、そして再生をします。あとは動かすだけですね。こんな感じで簡単に記録ができます。またですね、このクイックコントロールはですね、お手持ちのMIDI機器とも連動させることができます。一回これもお見せしましょうか。まずライト消してしまって、ラーも消しましょう。で、上メニューですね。デバイスからこのデバイス設定いきます。そうするとこの欄にですね、クイックコントロールというものがあります。ここはですね、どの機器で動かすのか。こんな感じで、今つながっているMIDI機器が全部出てきますね。僕ですとマシン、今ここ使ってみたいと思います。こういう風に割り当てると。こういった感じですね。そしてこの学習というものをして、実際に動かしたいコントローラー。今ですと、ワウは1番のクイックコントロールに入っているので、ここの1番ですね。これを選択して、あとはMIDI機器を動かすだけですね。そうすると、このようにですね、リアルワウのペダルが効いてくるといった形。今、コントローラーを動かしています。あとは先ほどと同様に、このライトをつけてしまって、コントローラーを動かすだけ。こんな感じで簡単に記録ができます。非常に便利だと思います。そしてですね、前回ご紹介したあのトリッキーなこう複数のつまみを組み合わせたいなんていう時におすすめなのがもう一つありますんで、ご紹介したいと思います。まずですね、前回のエフェクトをちょっとかけてみましょう。あの時はマスターにかけてましたね。こちらからトラクターシリーズですね。これでしたね。トランスポーズストレッチというもの、これもいってみましょうか。で、この時に複数のつまみをですね、一度でコントロールしたい。そんな時におすすめしたいのがですね、このカテゴリーの中に入っているツールというものから、このコンテナというものですね。これをドラッグ&ドロップします。そしてですね、このコンテナ、最初は4つつまみがついています。これを動かすことによって、ギターリーグのですね、こうエフェクトやら、アンプやら、もう何でも複数同時に動かすことができます。で、手順なんですけども、例えばこのトラクターをドラッグ&ドロップします。この中にですね。そうするとコンテナの中に収まりますね。わかりやすいようにあといくつか入れておきましょう。そうですね。ディストーション。ドラッグ&ドロップするだけですね。ここで離してしまうと、今のトラクターと入れ替わります。なので、このようにちょっと下が気味にやっていきましょうか。やっていくと、この状態で離します。そうすると2つ入りますよね。
で、あとは簡単で、この中に入れてしまったものはですね、このコントロール1をですね、ドラッグ&ドロップしますね。こういう風に。あと、そうですね、ボリュームにもやっとこうと。これだけでですね、このように、このつまみを動かすだけで指定したものを同時に動かすことができます。あとはそうですね、オンとか、グレイン入れて、このあたりもやっておきましょうか。こういう風にやって、で、あとは再生してみると。ちょっとビッグファーズやりすぎでしたね。これ消してやってみましょう。すいません。はい。3つ同時動いていますよね。こんな感じでですね、もう好きなだけこうつまみを連動させてコントロールができます。この4つのコントロールだけじゃ足りないなんていう時はですね、このコントローラーというものをクリックしてアッドにしますね。どんどんこうつまみを増やすことができて最大16まで足すことができます。もしこれで足りない場合はもう一つコンテナ足せばですね、また出てくると。要は無制限にコントロールができますね。で、実際に今一番使っていて、これをまたクイックコントロールに割り当てたいなんていう時ですね。ランを入れて動かすだけ。これで入ってきます。ここでマシンとも先ほど連動させましたので、動かすだけでこのようにコントロールが可能となるといった感じです。このあたりの連携が絡めていくとかなりいろいろな作業、あとはパフォーマンスなどがですね、できると思いますんで、ぜひこれを参考にしていただいてですね、作業の方を楽しんでいただけたらと思います。今回もどうもありがとうございました。